皆さんこんにちはこれより行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義民法編第6回、えー、最終回ですね行っていきたいと思いますよろしくお願いしますはいじゃあ最終回ということで頑張っていきたいと思うんですが、えー、最終回第6回目は契約不適合責任というものを見ていきたいです この不適合責任に関しては民法改正の一つ大きなポイントだったわけですねで、2021年の本試験でも聞かれましたただこれはあの皆さんが受ける年の前の年に出たから皆さんが受ける年に出ないわけではなくて本当に毎年毎年出てきてもおかしくないですからしっかりと確認していただきたいと思いますはい、テキストはまず大きなテーマとしては186ページ売買契約です まあ売買契約の中で不適合責任をまあ説明すするとといいうことになっていきます、はいまあ、売買契約自体はまあ問題ないと思います。まあ、土地とか建物とか時計とか買いましたとで。買ったならば売った人から買った人に対しては代金払いってことが言えるし買った人から売った人に対してはまあこれ土地入れ上がってますが土地を起こせとか投機移してってことが言えますということなんですが、まあ、例えばこれ。 時計とかね、車とか、まあ何でもいいんですけども、買ったものに欠陥があったら、言いたいことは当然出てきますよね。はい。まあ、買った車のエンジントラブルがあれば、当然それは直してほしいと思うだろうし、まあ少し家買ってね、こう、家の扉の戸の締まりが甘かったりしたときは、まあ当然そこを直してもらうことだったりとか、まあ、その分少し代金減らしてくれとか、いうことを考えていくかもしれませんね。 そういった私たちが日常の契約の中で、あれちゃんとお願いしたものが来ないぞ。みたいな時に、どんなことが言えるか。これが、はい。189ページからの契約不適合責任です。はい。あの、記述に出るマークもつけておいたので、先ほどもお伝えしましたが、2021年は択一も誰で出ましたと。それが翌年記述で回ってきてもおかしくないので、まあ、この記述対策としてもしっかりと押さえてください。はい。 で具体的には188ページのところですね、まあ、家買った雨漏りという話で進めていきます。あちょっと1点気をつけていただきたいのは、これ、家買って引き渡しも受けてますよね。あの前回お話しした危険負担は、あれ、家燃えちゃってるケースですが、あの契約して引き渡しの前に起こったことですね。 今回は契約して引き渡しを受けた後に起こったことですから、その時間的なものも違いますので、気をつけてください。はい。で、これ B からすると、雨漏りがあるということからすれば、4つのことが言えるというふうに思ってください。例えば、1番、追加請求と、雨漏りがしているんだったら雨漏り直せってことが言えますし、もしくは、 代金減額請求、欠陥があるんだから安くしろってことも言えるだろうし、まあそんな欠陥住宅売りつけるような、ね、会社とは契約を解除したいってこともあるだろうし、これ雨漏りして家財道具濡れちゃってるならば、その損害の賠償ってこともあるでしょうね。はい。これ4つのことが言えるのが契約不適合責任です。うん、特にこの3番、4番はね、あの契約の解除損害賠償は、 一般的な債務不履行でも言えましたから、不適合責任特有のものだとすると、1番、2番でしょうね。直せとか安くしろっていうのが特徴的ですと。はいまあ、今回は建物1個の話なんですよね。でいろんな事例を想定すると、ワンポイント、あのパソコン10台買いますって時に、8台しか来なければ、あの8台はちゃんとしてるから直さなくていい。 でも2台来ないんだから、2台を持ってこい、2台渡して、それが追加請求です。つまり、追加内容もいろいろありますよね。直せとかあの、プラスで持ってこいとか、いろんなことがありますからね。はいまあ、4番のところで、不適合責任が追及できる場合みたいなことを書いておきましたが、まずね、今回、条文を少し見たいと思います。条文。 562条という条文ですね。はい。飼い主の追加請求と書いてます。少し読んでいきましょうか。引き渡された目的物、まあ、建物とか車とかが、種類品質数量に関して、契約の内容に適合しないとき、はい。契約の内容に合ってないときね。このとき、買った人が言えるのは、 はい。目的物の集法、代金の引き渡し、もしくは不足分の引き渡しによる履行の追加の請求です。そう。まず、契約内容に合わなかったら、追加請求が原則なんですよ。つまり、最初から代金減らしてって言えないんですね。直してって言います。不足分持ってこいって言います。で、次、563条を見ると、 飼い主が相当の期間を定めて、利口の追加の再告をし、その期間内に利口の追加がないときは、代金減額請求できるとあるので、はい、563条を見ても明らかな通り、まず、例えば2週間以内に直してねっていう,こう追加の再告をして、2週間以内に直してくれなかったとき、初めて次の段階で代金減らしてってことが言えますと。これ、順番決まってるので、 あの気をつけてください。まあ、563条2項は、まあ、もともと追加が全くもってできないときは、いきなり減額請求できますとかもありますが、まあ、原則論としては、はい、まず、不適合責任を見つければ、追加請求をしましょうね。それがうまくいかないときは、代金減額ですねってことになっていきますので、この追加請求と代金減額のまあ関係性は抑えて、 いただきたいと思います。はい。そして戻ってきましたが、ちょっと分かりにくいかなというところを補足していきます。あの、一番下。権利の一部が移転されないと。例。売買された土地の一部が他人所有であって、売り主が真の所有者から所有権を取得できなかった場合、ちょっと分かりにくいですよね。はい。 えっと、A と B で取引をします。A が売り主、B が買い主ね。ということなんですよ。はい、売買契約です、まあ。この土地ですね、はい。土地売買なんですがあの、よく調べたら、ちょっとね、この一部が C 所有だったと。 よくあるんですね。昔ながらの土地だとあのよく分からなくなっていることがあるのであの全部自分の土地かなと思って A が売ったら一部 C の土地あるわけですよ。で、この時に A が C に頭下げてこの部分の土地の権利を買って B に売ってしまえば問題ないんですがそれができなかった場合ね、はいえー、繰り返し一部が他人所有で売った人 A さんが真の所有者 C から所有権取得できなかった場合 これ感覚的には B は100%の土地の権利がもらえると思ったけど、まあ、例えば10%分ぐらい C のもので90、90%分しかもらえなかった。となれば、何が言いたいですか皆さん10。10%少ないんだから代金減らして10、10%少ないんだから代金減らしてですよね。で、それと違う話で言うと、土地の全てが他人所有だった場合、 うん、あの b が a から買った土地があの全部 c のもので、あの全くもって b さんが土地の権利もらえなかった場合。この時、皆さんはどうしますか？まさか土地の権利が全く手に入らないのに代金減らしてって言わないですよね。そう、意味ないんですよ。それ言いたかったのがワンポイントです。 売買された土地のすべてが他人所有だった場合は、通常の債務不履行として、損害賠償請求解除のみすることができると。はい、あの一部とすべてね、はい、一部とすべての違いです、一部とすべてね。一部の場合は、足らない部分に関して減額請求かけられますが、全部だった場合はあの、全く手に入らない状態からの損害賠償請求、あしてえー、全く 手に入らないところからの,あの代金減価が意味がないですから。なので、まあ、普通に損害賠償請求するとか解除請求するだけですねというところを抑えておきましょう。はい。あと今回説明したいのが何かと言いますとね、今回は売買契約で不適合責任の話をしました。もう一つ。 559条って条文があるんで、少し一緒に見ていきたいと思います。はい。559条です。この条文だけだと分かりにくいんですが、優勝契約への順用と。この説の規定は、売買以外の優勝契約について順用する。ただし、その優勝契約の性質がこれを許さないときはこの限りではない。 優勝契約っていうのは、お金が絡む契約ね。売買契約お金払うから優勝契約ですよと。あとは、あの、請負い契約ね。お大工さんに作ってもらうもお金絡みますから優勝契約ですよという形なんですが、はい。この説の規定、この説は第三節売買なんで、今見てる売買の規定は、売買以外の優勝契約に使いますよと。 つまり、契約不適合責任は、売買でももちろん使いますし、売買以外の優勝契約でも使います、つまり請負い契約などでも使いますということなんですね。はい、あの取説テキスト196ページを開けてみてください。はい、196ページ、請負い契約と。 今日これ詳しくやるわけではないんですが、受け負い契約ね。まあ、よくある例としては、建物を作ってくださいねって B が注文して、A が分かったよって作る話なんですよ。で、報酬を払うことが約束なんで、えっと、報酬の支払いが必要だ。つまり優勝契約です。ということは、こう、家作ってもらった。で、作ってもらった家に欠陥があれば、当然主張できることは、 不適合責任ですよね197ページのところで、受け負い人の不適合責任とあります、はい、これ、昔は売買とは違うルールを使ってましたが、今、新しい民法では同じなんですよ。だから、売買契約の不適合責任を押さえておけば、基本的に請負いの不適合責任も分かるって形ね。 はい、そこをしっかり抑えていただきたいと、受験生は不適合責任で売買だけを考えますが、売買以外の優勝契約、特に受給契約でもこれは使っていきますので、あのその意識を持っているかどうかで、だいぶあの変わってくるところがあると思います。はい、ということでえ、今回は契約不適合責任についての話をしましたと,ということですね。 はいで。以上をもちまして、全6回民法編が終了ということになっていきます。まあ、順当にいけば、憲法から勉強して、民法に今、勉強さしかかっているところですね。また、行政法の動画もアップしていきますが、まあ、どうでしょうか。あのー、勉強していくにあたって、今やっているところはしっかり勉強していくと思うんですよ。つまり、今、民法をやっているならば、民法の勉強は多分毎回やります。ただ、憲法から始めた方、 今この段階で憲法の復習できてますかこれから行政法の勉強に差し掛かったときに民法の復習ができますかっていうご自身の勉強の計画の中であの過去に勉強した科目のメンテナンスをしっかりするということを入れておかないとせっかく1回勉強したのに何ヶ月か後に見直して覚えてないことはありえますからとにかくまめにこうテキストを見返すとかまめに問題解くですとかまめにこの動画を見直すとかいうことをしていただけたらいいと思います。 はい。ということで、全6回の民法編以上ということになります。次回からは行政法編ということになりますので、またよろしくお願いします。では、本日は以上となります。お疲れ様でした。